ません、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。うん、正義の仕組みについて知りたいのだな。そもそも正義というのは遥か数百年も昔に、あ、この人抵抗する気満々っすよ、おやっさん。なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。怪しい、実に怪しい。僕の睨んだ通りだね、おやさん。え、おやさんも睨んでた？むしろ自分が先に。それはともかく事情聴取開始っす。最後にもう一つだけ、捜査にのご協力感謝です。かく見出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、一加速せよ。私はここにいるぞ。長政様、お話があるの。一か、ちょうどいい。私にも言うべきことがあったのだ。兄者との件、すまなかったと思っている。え？まさかこのような形で兄者と敵対しようとはな。姉上を説得しきれぬ私を悪とそしるがいい。いいの、それもすべて位置が悪いから。何？いつも迷わせて苦しませてばかりで、姉様みたいになれない位置でごめんなさい。それは違う。あ、待て、どこへ行く。マスロだ、位置。大海の鬼が鬼ヶ島に乗ってやってきました。タイの虎の留守を狙ってイー軍が進撃。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそ、この雪村、命に変えても守りきる。オートマダビーランドは夜に閉まる模様。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。中心、石膏部隊の行方が知れませぬ。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。お尋ね者発生、つまりは悪です。オープン開始。ようこそ、名もなき剣魔が関の刑のすべてを振り絞り、彼を磨いてくれたまえ。その男を
一角の将に育て上げようとしているのだな。うん、見上げた心がけだ、善だな。さあ風魔、いつも通りの虐殺を始めようか。胸中にてうごめく、それが一切なくなるまでね。やはり剣は私が見込んだ通りの石くれだな。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないかね。ここまで磨き上げるにはそれなりに苦心したのだよ。化粧だろうと何だろうと役に立つならば構わないよ。一流のものを研ぐには一流のものが入り用だ。程よき音色を奏でるためにそれなりの賞がいるようにね。次はぜひケレンにもなき砂石の場にて会いたいものだ。さて私はこれにて失礼するとしようか。あとは任せたよ風魔、早々に肩をつけてしまいたまえ。王者にも突きつか。言い出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、位置加速せよ。私はここにいるぞ。よく聞け位置。この戦が始まった当初、私は貴様を密かに尾張へ返そうと思っていた。兄様のところへ。ああ、だがいざその段になってためらわれたというか、手放したくなくなったというか、そのだな。一、ずっと一緒にいてもいいの？この先何があってもずっとそばにいてくれるの？あ、当たり前のことをいちいち聞くな。何せ貴様は私の妻なのだからな。ありがとう長政様、絶対に離れないでね、約束だよ。一発の男も気取れるじゃない、長政。妙な歌声が聞こえます。ザビー教の愛の集いへようこそ。レッツエンジョイ。ザッピ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 。鬼島津が暴れております。おりゃおりゃおりゃ、もっとじゃ、もっと強か無人馬出てきた。何事だ。断りの戦たるもの、いついかなる時にも優美にだな。それどころではございません。このような書き置きを残し、マリア様が出奔を。
ちょっと飽きたから物見にでも行ってくるわ。あなたはあなたでせいぜい頑張りなさい、長政。かな、このような時に何を考えているのだ。イチ、少し待っていろ。すぐに連れ戻してくる。あ、待って、行かないで長政様。イチも、イチだって一人じゃいられないのに。行軍開始。見つけたぞ、アレウェ。そう、来てしまったのね。仕方のない男。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな、男衆。許して。よかろう、言って知らんしてやろうではないか。男衆とていいの礎、それもよくも。本当ダメな野郎どもだよ、俺たち。お前にもわらわを手にする権利は。それを証明してみせて。一切承知。乙女は倒れても倒れても起き上がる、何度でも。うちの子たちに届かせるにはまるで足りないな。戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。断りさ、ここは絶対に通しませんよ。この言葉一度言ってみたかったんです。ヒデは、イチの知り合いだったか。えい、今の姉上に味方するならばヒデも悪だ。おいつちゃんは一人でお留守番ですか。よくわかりませんけど、それはいけないことだと思います。そうは言うかな。このような身内の恥に一応巻き込むのも。おいつちゃんのそばにいてあげてください。それがキラキラ姉様の望みでもあります。ほら、回りすぎる口は美しくないわよ。ごめんなさい、キラキラ姉様、私追い返せませんでした。やれやれ、融通の効かぬ男だな。あれではお前の真意を話さぬ限り止まるまい。そうね、まったく困った弟だこと。私にはどうにも嬉しそうに見えるがな。また男衆は。
ナオトラ様や私たちに頼ってばかり。もう。俺たちに守れだなんて無責任すぎると思います。男には何をしても全くダメだという時がある。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが大化の生き様だ。とにかく奴を止める。それでいい。悪いわね。後で何かお礼をするわ。これは契約ではない。ゆえに不要だ。アザイス、お前は嫁よりも姉を優先するの。身内は全て妥劣だ。私の方針には口出し無用と言わせてもらおう。常に共にある。そういう契約を交わしたのだろう。なぜそれを。よもや姉上が語ったのか。己姉上。なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。変わった身内だな、マリア。だがお前の決断もわかる気がする。封印完了。どうにも面倒な戦だな。俺分かったな。なじられるのも嫌いじゃないって。みんなこらえろ。いいの成長、今こそ見せてやれ。今回ばかりは一言言わねば収まらん。本当に仕方ないわね、長間さん。この者たちは一体。女性の凛花を刃とするなど悪にも程がある。その言葉、お前の姉に突きつけてやったらどうだ。男に求められるってやはり心地いいものか。私には縁が遠すぎてわからないね。そうね、いずれ知る日も来ると思うわ。勘だけれど。この先、ナオトラ様の命により通すわけにはいきません。
いの。ナオトラ様の名を落とす働きだけはするな。全軍押し出せ。断じて引くな。了解です。あいつ私に強さを見せつけているのか。またナオトラさ他にどやされちまう。俺たちなりに最善は尽くしました。はい。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなる虎だ。マリアはお前たちに気を使って家を出た。当のお前が追いかけてちゃ示しがつかないだろうが。違うわよ、長政も浅井の家もこぼれて行くなら捨てるだけ。私への気兼ねだと。なぜそんな必要がある。ゆいが独尊、それが姉上の正義ではないか。お前、それを本気で言っているのか。お前ほど女心を知らない奴は見たことがない。そこに直れ。私が少年を叩き直してやる。誰も神野に非難されようと。私が一体何をした。女が日の本を滑るなど絵空事と思うか。流行るな。私、冷静さを失うは悪だぞ。私が相手だ。首跳ねてやる。誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。イーブンなど眼中になかったか。それはとんだ誤算だな。なんだマリア、お前の弟それなりにやるじゃないか。ねえ長政、あなたが正義を言い出したのも元はわらわのせいだったのね。どうした姉上、なぜ今さらそのようなことを口にする。
最近俺あのお方に叱られたくて戦に出てる。そんな自分に気づいちゃったのよね。男衆には期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。手の角度と視線が甘かった。あなた、邪悪な息吹はまだついていない。おもれ、まだ滅びぬか、悪の軍団め。気持ちいい。ここのお湯は最高ね。わかるでしょ、モモさん。姉離れの時なのよ。あなたの話はまともに取り合うだけ無駄だ。無駄口は帰還してからにしてもらうぞ、姉上。さあ姉上、潔く縄につくがいい。一と私がどうであろうと、帰るべき場所は浅井のみだ。いいえ違うわ。少なくとももう浅井はわらわのものではない。開き家臣の心がままに。長政、どうして一を一人にしたの。何かの拍子に壊れてもわらわは知らないわよ。一、何をそしられようとも私は私の義をなすのみだ。それは姉上さえ身を隠さなければ。あなたは覚悟を決めなければならないの。一というものを守るため他の全てを捨てる覚悟を。世話になった姉上。ああ、はいはい、いいからさっさとお行きなさいな。